清水寺は、静岡市青区にある高野山真言宗の寺院。三号は、音羽山。清水寺は、千寿観音菩薩を本尊とする、静岡県内では、数少ない真言宗の寺院。谷津山の再録にあり、観音堂一棟と観音堂寿司一基が、静岡県指定有形文化財で、鉄筋本堂と首郎と栗が、国の登録有形文化財となっている。 駿河の守護大名、今川氏テルは1513年に、八代今川氏、当主、氏下の嫡男として生まれ、13歳で元服した。その翌年に、氏下が死亡したため家督を継いだが、この時氏テルはわずか14歳の若年であったため、氏下の性質、中見門氏が髪を下ろし、ことぶきかつらにと名乗って、補佐役となっている。その後、 1536年に、ウジてるが24歳で死亡した時に、清水寺の改装を異名したとされる。今川紀によれば、ウジてるは、当時より、臨済宗を信仰していたとされているため、異名で、なぜ真言宗の寺院を改装させたのかは謎であるが、ことぶきかにが、京都出身であり、観音信仰を持っていたからである可能性がある。また、 宇治テルが死亡したのと同日に、弟、彦五郎も死亡し、後に家督をめぐる争いが引き起こされている。そのためか、ようやく1559年になって、宇治テルの異名が実行され、今川家臣、朝比奈丹波守元長が当時を建立した。その際、地形が京都の清水寺と似ているため、この寺名が付けられた。改装された清水寺は、 道が整うまでもなく1568年には、武田氏の駿河信仰によって消失してしまう。しかし、徳川家康が1582年に駿府を領有して、以降はしばしば当時を参拝し、自らの念事物の戦時観音を奉納するなどした。また、家康が将軍として、江戸城にあった1602年には、高十国の主因地を与え、 この朱院を持ってくようと山林を寄進するとともに、三葉葵の使用を許した。そして、大御所として、寸府にあった、裁判年の1616 16年には、本堂の再建を行った。その後も当時は、たびたび災害に遭っているが、その都度幕府によって修理が施されている。だが、文化年間には整っていた仮覧が明治初めの絵図に、 描かれていないのは、安政の大地震によって、その大部分が崩壊して、以来修理をされていなかったからである。したがって、長い間、幕府の加護を受けてきた当時も度重なる災害により、幕末には衰退の道を歩んでいたことがわかる。明治維新後、徳川吉信や徳川家里が静岡にいた際、何度か当時を訪れ若干の寄進を行った。清水祭と呼ばれる。 この祭りは7月9日に行われ、夏を知らせる合図として、今でも、たくさんの人が訪れる。7月9日は、4万8千区独日に当たる日で、この日に参拝すれば一生分の幸福がもらえると、言われている。また、浅草の戦争時などでは、4万8千区独日ではなく、4万6千区独日となっている。これは一生のマス2個をいっぱいに入れると、 米が4万6千粒から4万8千粒入ることから一生と一生をかけて一生分の幸福が得られるとなったためである。家康が千獣観音を寄進した際にこの観音にあやがるため役よけ開運の大祈願を行い、河原職人たちが花火をあげたのが始まりと言われている。A.B. 静岡新聞ありがとうございます。